一つのバンドを1ヶ月にわたって追う百花繚乱。10月は人格ラジオ。独創的な世界観でファンを魅了するボーカル勇気と王子ことベース直樹によるユニット。今週は人格ラジオの活動10年を物語る音楽史を紐解く。まずはバンドが結成された2001年。結成当時っていうと俺たちはライブの自分たちのスタイルをどれが自分たちのスタイルかって探しながら半年ぐらいライブやってたじゃないですか。出来合いって曲があるんですけど、聴かせる楽曲が多い中、当時唯一激しい曲だった出来合い。ダス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 ってね、客がわーって今でこそなってるけど、当時は本当にライブ本番前の機材車で俺がどうやったらお客さんって飛ぶんだろうとかすごい真面目に悩んでた時期ありましたよね。激しい曲をとにかくどうやって激しく表現して客が激しくなってくれるかっていうのを悩みの種でしたね。逆に言えばその午後の落下とかちょっとしんみりしたような曲に関してはもう自分たちの世界に入っちゃえば済むことだし、客がね突っ立ちでいいって割り切ってやってたから、その中にポンと出来合いって曲があったから本当悩んでた時期ですよね。だからそこがいつの間にかずかずかお客さんもこう乗るようになったのが人格ラジオのスタートかなってちょっと俺は思ってますね。加えてあれはどうですか、お人形さんはどうですか。人格ラジオの代表曲お人形さんは、勇気が人形を振り回すこの行動がおなじみである。で1回目は何も持たずにやったんですけど、王子がほらそのせっかくお人形さんっていうその物質的なものをね描いてるんだから人形持ったらって感じで、王子の中ではなんとなく持って歌ってる俺を想像してたって言ってたんですけど、抱えてる、うん、俺はまさか叩くとは俺も思ってなかったんですよただ幸せそうに最善でね飛んでるお客さんを見たらね、こんなの可愛いなことやろその猪木的にはね、うん、今もう V 系の猪木って言っても過言ではないですよ、うんうん、叩かれれば幸せが訪れる的なジンクスもありますからねここからは2人が影響を受けたバンドを聞いていきましょう。まあ僕らで言うと結構その、うん、レディオヘッド影響を受けてますけど、はい、なんか当時ほらやっぱり PV とか結構好きだったじゃないですか。はい、初めてプロモを見て好きになったバンド、音源を聞いてじゃなくて映像から、そう映像から入った。でなんてかっこいいんだろうって、映像込みで好きになったから。過去多くのプラチナゴールドを記録、90年代最も創造的な音楽グループとして称賛されたバンド。構成ですよね、要は、うん、日本人にはあんまりない、高校でギターソロが来てる、こっからなんかよくわかんないメロが来てるみたいな。お互いが好きだから、うん、その影響を受けた云々じゃなくて、曲を作ってどうしてくっていう話の中で共通言葉としてレッドヘッドのさ、あの曲のさ、あの辺のあそこの感じにしようよみたいな。だから影響を受けたっていうよりは、お互いの指標目指しどころのいい見本サンプルとしてよく利用、つながったとしてよく利用してましたね。確かに、うん。次回は人格ラジオ10年を物語る音楽史パート2をお送りします。こちらは最新作赤い靴。